はい、こんにちは、沖縄おばばです。今日はイオンがちょっと安かったので、いろいろ備蓄品の買い出しと自分の買い物行ってきました。はい、まず今日買ってきた備蓄品です。はい、こうビーフカレーですね。これちょっとお安かったです。はい、これは広島で作られてたものですね。ビストロクラブのビーフカレー中辛です。あとカレーばっかりではあれなので、シチューも買ってきました。はい、98円です。はい、そしてこの前もちこさんかな、紹介してくれてたおむすび穴のお肉シリーズですね。はい、鶏そぼろと、これが鶏飯、チャーシュー、あと肉味噌、こちらの4種類を、今日買ってきてみました。これも備蓄用です。あとはいつものローリングストック、コンビーフハッシュです。はい、これ85円だったかな。はい、そのぐらいですね。あとはこちら、ちょっと珍しいっていうか、まああるんですけど、いつもあるんですけど、こちらあの天ぷらの缶詰ですね。あのさつま揚げがに、あの甘じょっぱく煮たものが入ってます。なんとこれカナダ産です。おカナダでこういう需要があるのかなと思って、ちょっとびっくりしました。はい、こちらも買い足してきました。はい、そしてですね、今日のおやつ、じゃあアメリカンコーヒーケーキ半額でした。実はこれアメリカンコーヒーケーキって書いてあるんですけど、コーヒー味ではなくて、シナモンブレッドですね。はい、それではあと他にいろいろ卵とか日常使うものを買ってきました。はい、それでは皆さん、またごきげんよう。